まあ、ちょっと昔からたぐってそのスーパーコンピューターの進化を見ると、まあ、昔のスーパーコンピューターは意外と歴史が古いわけですけれども、あの我々が生まれた頃ぐらい、まあ、ちょっとそのちょっと直後ぐらいに初めてのできたわけですけれども、まあ、比較的昔は比較的こうエリートが使う、しかも非常にその限られたアプリケーションで使うものだったわけですね。ところが今 IT がすごく進化した、世の中でも IT がもう隅々のに行き渡って、まあ、みんなあのいわばスマホとか持ってますけど、スマホっていうのはもう昔のスパコン、それ以上の能力を持っていて、それをいろんな例えば、まあ、インスタで写真を掲載するとか、まあ、LINE でメッセージを送るだとか、まあ、ウェブでサーチするだとか、今いろんなことに使っているわけですよね。でそのスーパーコンピューターもその非常にこう大きい、もう世の中にこの隅々が浸透している IT のインフラの一部となると、はい、いうことだと思うんですね。でそのじゃあそこでのスパコンの役割は何かと、つまりスマホがとか、まあ、パソコンとかこれだけすごく強力になっているので、じゃあそれ以上のものを何にスパコンに求めるのっていうことがポイントだと思うんですけども、やはりそれはそういう、スマホだとかパソコンだとか、まあ、普通のサーバーでは、まあ、できないようなものすごく大きいデータだとか、ものすごく複雑なシミュレーションをやると。でそれによって、まあ、いわばその世の中をまあ仮想化したデジタルツインの世界っていうのをバーチャルワールドの中に作って、でそれによって世の中っていうのを予測してうまく制御して役立てると。でそれがまあもちろんそれはスマホだとかいろんなこのセンサーだとかエッジのデバイスとつながって莫大なデータを吸収してデジタルツインにそれをフィードして、デジタルツインはサイバースペースの中でそれを動かして、まあ例えばこうなったら、例えばこういうふうに都市、例えばスマートシティが全部バーチャル化されていればこういうふうなそのセンサーのインプットがあるとこういうふうになるよと、こういうふうなポリシーの政策をするとこういうふうになるよと、そういうことを予測してシミュレーションをして、でその結果というのを教えてもらってそれを世の中に反映していくと、その中のまあ一番こう大きなその頭脳部分、そこを担う、それがスパコン将来です、まあ、今後のスパコン像で、まあ、富岳はすでにそういうところを担っていると思うんですね。まあ、姫野さんご存知だと思いますけれども、スパコンのアプリケーション対象というのはもうすでにどんどん広がってきてるわけですよね。昔は非常に限定されたものだったけど、まず一つは世の中の問題が複雑になってきてて、それが IT で解決されるとそういう下地ができつつある、もう出来上がってきたと。でかつ能力自身がすごく高まったので、はい、いろんなあの昔のスパコンと比べると今は何百億倍も早いですよね。なのでまあ、実際に扱える対象、実際にそのバーチャル空間に作れるそのデジタルツインの精度というのが上がって、実際のリアリティを反映できるようになったんですよね。まあ、一番いい例えば一つの例としては、あの富岳でよくご存じだと思いますけども、やったの飛沫感染、はいはい、あれで、あれは非常に何ていうかな、まあ、高度な、ものすごくその高解像度で、まあ、ものすごく、まあ、実は難しいその飛沫感染のシミュレーションをやってるわけですね。であれはやっぱり富岳だからこそできたと。あれは普通のスパコンでやってると、そのスパコンを1年間例えば日本で2か3位ぐらいのスパコンを使うと、そうするとそのスパコンを1年間占有するぐらいの計算だったわけですね。で、まあ、富岳だからそれは、まあ、なんとかできたと、まあ、それでその感染者っていうのを大幅に下げることが可能したわけですけど、あれは結局何やったかというと、その感染の状況、例えば人間だとか部屋だとか、これだとか列車だとか航空機だとか教室だとか、そういうところのデジタルツインを、非常に高精度なデジタルツインを作って、そこで実際にその飛沫を飛ばして、うちは咳をして飛沫を飛ばして、それを反対側で誰かそれを吸っちゃって、それで感染をする確率がどのくらいなのと、そういうことを算出して、じゃあこうするとじゃあここについたてを立てるとリスクが下がるよとか、マスクをするとリスクが下がるよとか、それとか換気をするとリスクが下がるよとか、
そういうふうないろんなシナリオを描いて、それを分析して、でそれによってこういうことをするといいよというのを国民に対して発信して、それで社会に影響を及ぼすことができたわけですよね。だからそういうふうにその社会に対する、社会いろんないわゆる SDGs といいますけど、いろんなそのサステイナビリティのゴールに対していろんな形で影響を与える、本当に影響を与えるということがあらゆる分野でできるようになってきているというのが今のこの富岳レベルのスパコンで、それがさらに普及していくというのがその次の世代の目標だと思います。はい、その今がその飛沫のシミュレーションに関して言うと、それはその時社会が必要としたものに対して適用したという意味ですよね。そうです。だからその次何かまた求められればそれに対してやっていくっていうような話なわけですよね。まあ、そういうふうに社会適用していくというのは、その現代の別の意味で言うと、その今までの科学技術の進化っていうのは、もちろん理論があって、で実験があったと。ところが実験というのがいろんな意味でその世の中 その時間という物理定数に束縛されちゃうわけですよね。はい、よくあるのは、特に生命系だと、健康なんかもそうですけど、生命系だとか時間だとか、あと、もちろん空間だとか、そういうところの時定数に制限されちゃうと。そうすると、じゃあ例えば新しい薬がなかなかできないと。なぜかというと、その実験をしたりとかいうことは、実験をするにはものすごく時間がかかるわけですよね。やっぱりそれは物理過程だから。それとか何かその例えばこういうふうな生物をこう育てると、例えば農業のことをやってるとして、農業でシミュレーションをするんじゃなくて、実際に育てるというと、これもう年単位でかかるわけですよね。そういう時定数というのがどうしても制限されるので、科学の進歩というのがそれで抑えられちゃう。ところがデジタルツインになると、それは IT の世界の進歩の時定数になるわけですよね。で IT がこれだけ急激に進化したと、この例えば今から20年前30年前と比べても全然人々の生活様式が変わって、いろんなことが、いろんな問題解決が IT でできるようになったと。自動運転ができるようになった、いろんな形でコロナがあってもネットショッピングだとかズームがあって、みんなそのロックダウンされててもちゃんと社会が動いた。そういうことっていうのは、その即応性、すなわちいろんな研究だとか、いろんな研究もそうだし、いろんな社会の事象に対して IT の速度でレスポンスすると、そういうことができるようになることが大事だと思うんですね。はい、ですので、このスパコンの今回飛沫の場合も、これはもし今でも、じゃあなぜこれがうまく実験ではうまくいかなかったかというと、一つは実験が難しいということと、もう一つはその実際にその実験というのは、その物理的な時定数に束縛されちゃうわけですね。だからいろんなシナリオが作れない。ところがこれをデジタルツインでやると、 IT の速度でいろんなシナリオを実際に動かすことができる。これによって即応性というのが担保されたわけですよね。ですので、その IT の速度でいろんなものが、世の中が動いていくというのが、今後スーパーコンピューターが世の中に対していろんなことを、いろんな問題を解決していくというところで重要なポイントになると思います。はじめ検証しとかなきゃいけない。さっきの姫野さん の加圧の話もありますけど、本当にそれが動くのかっていうことを検証しなきゃいけないんですよね。で今までだと、こうセンサーっていうのを、もちろんつけて、それは実際それで開発するんだけども、それをじゃあできました、センサー、じゃあスパコンをつなげますと言って、10個ぐらいつなげるうちはいい。でもそれが実際に人口に影響を与えると、何万何十万何百万となるわけですよね。そうすると、これはよっぽどちゃんとしたシステムを作っておかないと破綻するわけですよね。本当に動かなくなると。でそういうふうなことをあらかじめちゃんと仮想世界の中でまずは作って、それでテストをして、でフィールドに実際にその現場に持っていくと、こういうふうなものづくりの変化も必要だと思うんですね。これは例えば自動車も、昔はさっきの加圧テストと同じように、昔は自動車というのはいわゆるクレーモデルというのを作って、でそれを何台も試作車を作って、何台もクラッシュさせる、それは姫野さんも横になってます。でところが今はあんまりそういうことをやらなくなってきて、もうデジタルツインをもうスパコンの中で作って、それで何回もその仮想空間で
走らせたり暮らしさせたりそういうことをやって、ある程度設計ができてから初めて本物を作るわけですよね。で、そういうセンサーを伴った IT システムというのも、これからはその実際にその仮想空間の中にまずはそういうものを作って、つまりセンサーも仮想化して人間も仮想化して、実際にそういうその仮想化した都市の中に、まあ、その送り込むと。そうするとその仮想的にいろんな 天気だとか交通だとかいろんな社会現象が仮想的に起きて、でそれで仮想的なセンサーがそれをピックアップして、で仮想的、まあ、スパコンはもともと仮想的なのでスパコンに送り込まれて、それで分析を行えて、それをフィードバックすると仮想的なエージェントがそれを受け取って何かをやると。そういうふうにもう社会全体を仮想化することで、そういうそのセンサー、そういうセンサーが実際にどうやれば有効に働くだろうということをテストをして、それでディプロイメントをすると、そういうことも大事になってくると思うんですよね。でこれは実はそれほどエソラごとではなくて、まあ、例えばあの富士通がその富岳でやったのはそれに近いことがあって、その津波というのを実際に富岳の中でいっぱい起こして、地震が起きると津波が起きますよね。でその津波を非常に精緻にシミュレーションすると。ところがそれを毎回津波起きてからシミュレーションするとさすがに富岳でも間に合わないので、あらかじめ何回もシミュレーションしておいて、でそれを AI に学習させると。で学習させると今度その地域地域で学習させておくと、どのくらいまで浸水するか、どこに地震が起こるとどこまでどのくらいまで浸水するかということは、かなりAI でそれなりの精度で当てることができるようになるんですね。かなり本物のシミュレーションに近い精度である、はい、でさらにそれをそのシステムにそのスマホのシステムにつないで、でそれをそうするとスマホの位置情報から、あなたは実際に地震が起きたらすぐにあなたのところは何分後に津波がやってきて、で何メートルの中からこっちに逃げなさいと、そういうシステムが、まあ、実際にできるようになって、まあ、これ今後それはいろんなところに、まあ、ディプロイメントされていくということを聞いてますけれども、でそういうことっていうのはもうすでに起きているので、今後さらにそれが本当にうまくいくのか、まあ、ただそれはまだ本当にうまくいくかどうか分からないわけですよね。ちなみにやってきた人間がまだどう逃げるかっていうところまではできなくて、まあ、その後のあたりのエージェントでシミュレーションするっていうのは我々のセンターでもやってますし、例えば北大の野田先生とかそういうところでもやってますけれども、そういうふうに今度は実際にそういう情報を受け取った人間が実際どう行動するのと、そういうところまで仮想空間でちゃんとやっておくと、そうすると安全にみんな逃げるわけですよね。まあ、そういうふうに今後そのスーパーコンピューターというのはその社会のプラットフォームとなっている、社会を今後どういうふうなことをやるとそのいろんな SDGs に対してのプラットフォームになっていくか、それはただ単にそのセンサーだとかただ単にクラウドだったりじゃなくて、その全体としてソフトウェアを含めたプラットフォームとなっていて、あらゆる分野 そのプラットフォームとなっていて、その中でいろんな仮想的な事象というのがそのあらかじめ起こしてやっていく、でそれが設計に役立って社会基盤、そのスパコンが基盤となる、でそれがさらに本物の社会基盤に影響して、より住みよい世界に安全な世界になっていくと、そういうことになると思いますね。そうですね、まあ、そういう世界でそういう、まあ、ある意味インフラができたときに、例えば日本の今の例えば製造業とかものづくりっていうのは、多分今のままやってたんじゃ生き残れないですよね。ですからおっしゃるように、その製造業っていうのがいかにアピーリングな競争力というのがをうまく定義して、それに対してやっぱり最適化したものを作っていくというのが大事なんですが、実はまあそこにスパコンも活躍できて、まあ、今我々のところでも研究しているのは、例えば自動車会社とか含めですね、その、まあ、いろんな例えば空域だとか、まあ、燃費だとか、まあ、あといわゆるシャシーダイナミクス、ハンドリングだとか、そういうふうなパラメータを最適化するだけじゃなくて、人間の感性というのもコンピューターの中に、まあ、AI を用いて入れていくと。でそうなると、そのいろんな、まあ、例えば車がかっこよく見えるというのはやっぱり消費者にとって
大事ですよね、やっぱり、ね、やっぱりみんなそれなりにかっこいい車乗りたい人はそうは言っても多いの で、そういうふうに人間、そのいかに消費者に対していろんな、例えばアンケートを取ると燃費がいいだとか、そういや、まあね、価格が安いとかいろんなのがあるんですけど、もちろんやっぱりスタイルがいいとかそういうのも上位に来るんですよね。でそういうふうな、その消費者にとっての感性というのをいかに設計にうまく盛り込んでいくかと、そういうところに最適化できるようなものづくりはどうなのかというのを我々はその富岳を使ってやっていまして、でかなり例えば ある自動車会社 そのいわゆるそのいろんなそのデザインメトリックというのを実際に数値化して AI の中に入れて、でそれとさっき言った燃費だとか操縦安定性だとかそういうのも含めて最適、いわゆるも最もいいものを作ると。で場合によってはそれは人間のデザイナーが作るのと変わらないから、それをちょっと超えるようなものもできますし、場合によっては人間では想像もつかなかったようなものが逆にできる可能性もあるわけですよね。まあ、今後例えばこの順天堂でもただ単にその抜本であって、それがもしかすると今まで常識ではなかったようなヘルスケアにつながるだとかそういうイノベーションがもしかすると出てくるかもしれないというところは大変期待いたします。そうですね、はい、そうこれまでの応用だけだとやっぱり寂しいですよね、うん、実際に我々のところで奥野さんっていう創薬と、まあ、奥野さん、京都大学とあとうちのセンターの部門長なんですけど、彼のやっている研究で一つ面白かったのは北海道の、まあ、ある市のですね、その健康の病院の協力を得て、で、まあ、いろんなそのデータを例えばその糖尿だとか成人、いわゆるその生活習慣病ですよね、それのデータというのをもう満単位で取ったと。で逆にそれによってそういう治療に対してどういう治療をやればいいのかという、そういうふうなまあ、モデルを作って、さらにそのモデルからその AI でその最適な個人個人のパーソナライズした最適な療養法というのを見つけ出したんですね。でこれは普通に、まあ、お医者さんに行きますと、まあ、体重減らしなさいとか食事療法しなさいとか塩分を控えなさいとかいろんなことを例えば言われるわけですよね。でところがその奥野さんたちのやった研究で非常に面白かったのは、実は同時にやらない方がいいと相反するやつってのがありますよね。そうなんです。確かにでしかもそれが個人の、まあ、多分これは遺伝子のいわゆるフェノタイプによって多分規定されていると思うんですけども、その人によって順番が違うとか、はい、その一緒にやっていいものが違って、実際うまくやると非常に効果が、その人にカスタマイズした形でやると非常に効果があるんですけども、ところがトンチンカンなことをやると全然こう同じことやってもある人はすごく効果がない、別な人は全然効果がないと。やっぱりそれだけ人間の体っていうのはその複雑なんですよね。なのであ、まあ、それとあれですね、医者が部局に分かれていて糖尿病の治療となんか腎臓病の治療で違う先生が見て違うことを言うから、例えばそういう現象として起きているのかもしれませんけど、まあ、ただやっぱりそこで非常に重要なことっていうのは、まあ、そこと人間の体のメカニズムっていうあたりのその、まあ、つながりができると、そうすると本当にどういう人々によってただ単にものすごく高度な先進治療でっていう話じゃなくて、そのいわゆる例えば糖尿病の治療っていうことに関しても、いわゆるパーソナライズメディス、非常に人々に特化したそれぞれ人々に、まあ、いわゆるテーラーメイド医療っていうやつですね、人々に特化した医療っていうのができるようになると。これは非常にこれ安価な、別にものすごい高度先進治療じゃないです、安価なことで、かつこれによって生活習慣病というのを大幅に減らすことができる可能性というのが見えてきたわけですね。ですのでそういうイノベーション、すなわち一般の健康医療というものでも、まあ、今までとはの常識とは違うと、ただ単にこうもう人々によってもメニューから選んでこれしなさいというんじゃなくて、その人々に対してよりパーソナルしたものをいろんなデータから取って、場合によってはシミュレーションにもかけて、それによってその
最適な治療法を今までの現行の医療でもやれるようになると、そういうイノベーションが起こせるんじゃないかという期待ですね。そうですね、確かに。ですけど、でも逆にそこにやっぱりデジタル技術というのを、つまりそのスーパーコンピューターによるデジタルツインのデジタル技術を得ていくことをによってことによって実は大幅な進化を遂げる余地があるわけですよね、はいはい、だから人材として、だからそういうことができる人材、だからそのリアルワールドとデジタルワールド、バーチャルワールドというのをつなげられる人材ですね、これっていうのが多分今後非常に求められていくんじゃないかというふうには思います。まあ姫野さんもご存知だと思いますけど、我々のセンターというのはそのスーパーコンピューターで、まあ、シミュレーションやったり、そういうシミュレーションする機械を作っている、はい、そういう研究をしている人たちもいっぱいいますし、で彼らはで特にアプリケーション、それぞれの分野のアプリケーションやっている人たちは自分たちの例えば生命、例えば分子生命だとか創薬だとか機械工学だとかいろんな分野の専門家でもあるわけですよね。でそういう人たちがいっぱいいると、はい、でやはり重要なのはIT の技術を学ぶだけでは不十分であると。やっぱりそれはもちろん情報系の、何しろ計算機系の人たちというのはそのコンピューターが好き でそういうことをずっと学んできている人が多いわけですけど、それだけではやっぱり不十分なわけですよね、はいはい、ただ一方そのいろんな分野の人たちもその分野だけが詳しければいいかというと、それは十分じゃなくて、やっぱりそれをデジタルワールドにどうやって変換して、どうやってそれをデジタルツインを作っていくかと、そういうところのいろんな、まあ、いわば、まあ、数学だとか、はい、情報だとか、そういう知識というのが必要なわけですね、数値計算だとか。ですから、そういう両方の知識を持っている、すなわちそれぞれ、例えば健康医療だったら人間の体がどういうふうに動いているのか、そういう医療に関する知識も大事ですけど、それとともに IT というのがどういうふうになっていて、どういうふうにコンピューターが動いているのか、はいはい、どういうふうなアルゴリズムをやると例えばいろんな人間のボディを人間の体とシミュレーションできるのか、そういうところの両方の知識を持った人たちというのが、まあ、今後最も望まれますし、そういう人たちが今後世の中を動かしていくんじゃないかと思います、はい、だからそうですね、情報系の知識とそれからそのリアルワールドである、はい、まあ、健康だったり医療だったりスポーツだったり、はい、その実際に求められる応用分野の知識と両方合わせて一緒に学ぶということが重要だということですね。そうですね。でさらにそれをつなげられる、すなわちそれぞれ別々な知識として持ってるんじゃなくて、この例えばそのじゃあいろいろ例えば分子というのがありますけど、その分子だとかそれがまあどういうふうな、まあタンパク、まあ、それはタンパク質があって、はい、そのタンパク質のをシミュレーションしたいと、でそのデジタルツインというのができコンピューターができるわけですけど、じゃあそれはどういうふうな原理でタンパク質というのができるのという生命学的な知識も必要ですけど、じゃあ今度それがいわばどういうふうに構造変化していく、でその時のいわゆるダイナミックス、いわゆるその動きですね、はい、動きというのはどうやればコンピューターの中で表現できるのかと、そういうところもきちんと、まあ、学んで、それが例えばプログラミングできるとか、それによってどういうふうな物理現象にフィードバックされるのかと、そういうところの知識、そういうつなぐ知識っていうのが非常に大事になると思いますね。はい、はい、なんかいきなり学部だけでは足りないなと思ってきっと修士にドクター作らないといけないですねまあでもやはりこういう業界っていうのはまあもちろん大学っていうのは大事ですけれども、まあ決して学習というのは終わるわけではない、うん、ですよね、もちろん順天堂にそのような修士博士というのができる、まあ、そういうのは多分姫野さんもとか、まあ、順天堂大学の先生方も非常にそういうのを望まれていると思いますけど、でも今でもそれができる前でも そこから卒業した学生が社会に出る、ないしは他の大学に行くと、そういう形の中でやっぱりずっと学び続けないと逆にいけないわけですね、はいはい、我々もまだ学び続けているわけで、この年になってもまだまだ勉強することは山のようにあって、日々勉強しているわけで、大学を卒業したからもう勉強しなくていいというわけではないので、やはりこのようなやっぱりこう 人生一生やっぱり勉学に勤しむとそうですね、そういうふうなことがその基礎ができるというところ の学部ができるのは大変よろしい、大変喜ばしいことじゃないかと思います。
後、まあ、先ほど人材の話もありましたけど、まあ、本当にやっぱりイノベーションを起こせていく人たちっていうのは、そういう中で、まあ、そのこういうふうな、やっぱりこういう社会問題を解決しなきゃいけない。で、今後コンピューターで、これはコンピューターって別に一台のコンピューターだけじゃなくて、いろんな IT システムとしてこういう進化が見込める。で、こういう世の中、こういうソフトウェアがあって、アルゴリズムがあって、いろんな基盤、ソフトウェアも基盤ですから、基盤があると。で、それらを見渡した中で、そのイノベーションを思いついて、例えば健康医療でイノベーションを思いついて、それを実現できる。場合によっては、AI の助けも借りて、思いもよらなかったイノベーションを起こすと。で、やっぱりそこで重要なのは、その人それぞれは当然ながらそれを、まあ、目指す、まあ、そういうの人たちが個別では目指しているわけですよね。科学者とか技術者とか当然目指していると、はい、社会全体で見るとそういうイノベーションというのはそういうことに従事する人が多ければ多いほど、かつその環境ができればできるほどイノベーションは起こりやすくなると、うん、でね、IT がこれだけイノベーションを起こしたっていうのも一人一人の才能もありましたけど、基盤が広がってそれに従事する人がいっぱい出てきて、ニーズもあって、いろんなところでそれだけのマスがものすごく広がってきた。今も、まあ、今もその小中高生に行くと、まあ、小学生あたりと YouTuber になりたいというのも YouTuber ね、一つ一つ の IT の申し子かもしれませんけど、まあ、IT 技術者になりたいという人が今もう1位とか2位で、まあ、それだけなりたい人がいるということはそれだけデマンドが多いということで、我々も人を雇うには苦労しているぐらいですけれども、やっぱりそういう人が増えれば増えるほどイノベーションで、そういう人たちが例えばスマホを使いこなせば使いこなすほどイノベーションというのが起きる確率が高まっていくわけですよね。だから日本が勝つためにやっぱりそういう人を増やすというのが究極的だと思いますけどね、うん、はい。で、まあ、我々その教育の現場で言えば、多分その失敗を恐れるなとか、はい、あるいはそのなんかチャレンジしてみようという心を、その単に学問を教えるだけではなくて、そこをなんかいかにこう醸成していくかっていうようなところが求められてるんでしょうね、うん、そうですね。やっぱりフィールド経験をして、でいろんな失敗を、まあ、我々もいっぱいいろいろ失敗、細かい失敗いろいろしてるわけで、そういうことを、まあそ、まあ、まあ、ただ失敗というのは 100% の失敗というのはなかなかなくて、うん、少しはそこで何パーセントか、まあまあ、いいこともあったと、ないしは教訓になったと。逆に富岳なんかも、まあ、世間的にはものすごい成功しているように思われてますけど、まあ後から見直すと、あ、ここはこうすればよかったとか、もともとその作る時もいっぱいいろんな機器もありましたし、実際後から見返してみると、あ、ここはこうすればよかったとか、ここはああすればよかったとか、今でもいろんな、ここはこうしなきゃいけないとか、いろんな話がいっぱいあって、我々は努力してるわけですよね。だからその学生さんたちの、特に IT の場合、そのさっきあったそのデジタルツインのいいところっていうのは、場合によっては失敗がしやすいんですよね、うん、失敗してもうまくやれば、まあ、もちろんそれによって世の中に実際悪知、いわゆる影響を与えちゃうと、よく映画であるような、なんかとんでもないカオスを引き起こすという可能性もありますけれども、少なくともその、まあ、でゲームの世界みたいに、ゲームの世界っていうのは何回やって、例えば何回こうやられちゃっても復活するじゃないですかで、まあ、そうするとトライアンドエラーでいろいろやっていくと、だんだんその活路を生み出していくわけですよね、はい。だからゲームの世界なんていうのは、その逆に失敗を恐れないことが醸造されるような世界で、だから僕は昔からゲーマーだったので、そのゲームの世界というのは非常に教育的にいいなと思ってその世間の人たちに訴えたいんですけども、そういうふうにIT の世界でやっぱりいろんな仮想世界で失敗を、その安全な形で失敗を経験してもらって、じゃあでもただ単に失敗したんだけど、ね、じゃあこうすればよかったよねと、ああすればよかったよねと、次は成功するねって、で今度は実際にやって成功して、じゃあ今度はこれを実際に社会に持っていこうと、そういう体験をなるべく育ててもらうというのが非常に大事だと思います。
そのいっぱい1回の試験で合否を判定するみたいなことはその今の対極にあるわけですよね。そうですね、実は日本の大学受験とかだといっぱいみんな受けるのでその実はいやだからそれ大事なわけですよ。1回だとおっしゃるように失敗するかもしれないけど何校も受けるとだんだんだん、平均化するので、はいはい、そうするとだんだんミスのどっかには希望のところに受かる確率が高くなるので脱税者はやっぱり大学がいっぱい受けた方が僕はいいと思うんですけどアメリカだってそうですよね。いろんなところにデータを出すわけですよね。だからそういう形でどんどんそのカリキュラムの中でもおっしゃるようにカリキュラムの中でも非常に難しい課題を出してでみんな試行錯誤するんだけど大抵は失敗すると。でもその中で人によっては成功する人が出てきてその成功体験をみんなで共有できてあこうすればいいんだねとそういうふうなカリキュラムが組めると非常にいいのかもしれません。いいですね。確かに。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。